はい、ここではルートの計算をやっていきたいと思います。皆さん突然ですけど、16っていう数を同じ数2つに掛け算の形で分解してください。同じ数の2乗っていう形で分解してください。16は何かける何ですか？これ4かける4ですね。16は同じ数で4かける4っていう形で分解できます。25はどうですか？5後25だから5かける5だよね。あとは9どうですか？9は3かける3ですね。4どうですか？4は2かける2ですね。今4、9、16、25って書いたけど、これは全部都合のいい数ですね。ちょうどこう同じ数2つに分解できる、掛け算の形で分解できる、まあ、平方数と言ったりしますけども、世の中でもそんな都合のいい話ばっかりじゃないですね。例えば皆さん3って数どうですか？3を同じ数2つに分解してください。できないね。できないよね。まあ、ルートって数知ってる人はもう別ですけど、ちょっとこう中学校2年生までの段階だと知らないと。だからそんな数ないよっていう風にして過ごしてもいいんですけど、それだとねやっぱ発展しないんだよね。数学がない数は作ってしまおうと、ね、知らない数は作って我々の数の仲間に仲間入りさせて、それでいろいろ数学を発展させていこうっていうね、まあ、そういう風にして新しい数をいろいろ受け入れて数学は発展してきたので、まあそういう3を2つに同じ数で同じ数に、ね、分けられるように数を導入しましょう。そういう数ルートと言います。ルート3、ね、これこういうふうに屋根の記号ね、ルートって言いますけども、ルート3って書いて、これで2回かけて3になる数っていう意味です。まあ、もう一つ もう一個正確に言うと、2回かけて3になる正の数、2乗して3になる正の数をルート3って書きます。だから言うなればルートっていうのは半人前ってことですよ。このルートって記号を見たら、あ、お前まだ半人前だなと思ってください。このルート3っていうのは3になりきれてない半人前の3です。半人前、これが2つ集まると、半人前の3と半人前の3が2つ集まってかけられるとちょうど1人前の3になるんですよ。そういうふうにルートって記号は半人前だと思ってください。で、2回かけたらルートが外れて大人の数字になると、まあ、そんなふうに思ってください。ルートは半人前の数字なんです。ルートに関してはとりあえず最初の段階では、掛け算、についてなんですが、まずね、ルート3かけるルート3、これはもうルートのアイデンティティに関わる問題です。ルート3かけるルート3はこれ3です。だって2回かけて3になる数をルート3と決めたんだから、ルート3かけるルート3は3です。なんでって言っちゃダメです。これそういうふうに決めたんだから、2回かけて3になる数をルート3と決めたんだからね。まあ、もっと正確に言うと2回かけて3になる正の数、ね、なんですけど、はい、で同じ理由でルート5かけるルート5はこれは半人前の5が半人前の5と半人前の5かけると1人前になって5になるわけだ。だから同じ種類のルートをかけると、まあ1人前の3とか1人前の5になっていくわけです。はい、じゃあまず一番最初、ルートのちょっと特徴を今から喋っていきたいんですけども、例えばルート2かけるルート3、ちょっと種類違いますけど掛け算、これはどうなると思いますか？まあ雰囲気的にね、掛け算だからかければいいと思いますよね。その通り、ルート2かけるルート3はルート6です。中身を掛け算すれば OK です。で、これなんでかって話ちょっとします。掛け算だからかけるんだよっていうのはちょっと説明になってないので、ちょっとこれの話をしますけども、今からちょっと2分ぐらいちょっと抽象的な話をするので、難しいなって思った人はとりあえず今聞き流して大丈夫ですのでね。なぜルート2かけるルート3がルート6かって話ですけども、そもそもね、なんか分かんない数があるとね、分かんない数がある、でこれがルート6だよというためには、ね、ルート6ですっていうことを言うためには何をすればいいかというと、このよく分かんない数ね、今これを説明したいんだけど、このよく分かんない数をどうすればルート6と言えるかというと、このよく分かんない数を2乗するんだよ。このよく分かんない数を2回かける2乗する、2乗して計算の結果6になればね、でしかもこの数がプラスの数っていうことが分かっていれば、このよく分かんない数はルート6だっていうことが言えたことになります。
ということで、今このルート2かけるルート3がルート6かっていうことを言いたいんだけども、このルート2かけるルート3を2回かけて、つまりこれを2乗して6になるかを確認すればいいんです。抽象的ですね。ちょっとやっておきますよ。ルート2かけるルート3、まあ、これはプラスの数とプラスの数で、プラスの数です。で、これを2乗します。2乗するってことは、これはルート2かけるルート3、これが2回登場するわけです。ルート2かけるルート3っていうセットが2回登場する。そうするとルート2が2回出てます。半人前の2が2つ集まると1人前の 2に変わる。半人前の3が2つありますから、これかけると3になる。ってことで2、3が6です。だからルート2かけるルート3は2乗すると6なんです。で、しかもこれプラスの数だから、ルート2かけるルート3っていうのは、ルート6になるんだということが分かるわけです。ルートの計算は中身をかければ良いということが分かるわけです。はい、ここまでちょっと抽象的な話、ちょっと難しいなって思う人はとりあえず流していいです。掛け算はかければいいんだなっていうことでとりあえずいいです。では、ちょっと一問だけ確認しましょうか。はい、ルート3かけるルート5、これ何でしょう。これはルート15です。ルートの計算はかければ OK です。はい、はい、じゃあその次のね、ここね、ルート20を簡単にしようっていうところをちょっとやっていきたいんですけど、ここ消さなくていいか。はい、じゃあちょっとこっち移りましょう。はい、じゃあルート20を簡単にしようっていうねところをやりますが、これです。これなんですけども、20をこう掛け算の形で分解してください。今我々ルートの計算をやってるんです。で、ルートっていうのは、ちょっと今消しちゃったな。ルートっていうのはこう同じ数を2回かけるとこう1人前になるんですね。ルートが外れるってことで、こう掛け算の形に分解して、掛け算の形に分解して同じこうルートを見つけたいわけですよ。ルート3とルート3とかね、ルート5とルート5とかね、同じペアをこう見つけたいわけですよ。ということで掛け算の形にするっていうのが大事です。20を掛け算の形にするためには、これは割り算を繰り返していけばいいです。20を何かで割りましょう。まあ、2でも4でも5でもいろいろ割れますけども、例えば2で割りましょう。2で割ると10、10は2で割れます。5、こういうふうにすると20っていうのが 2×2×5 っていう形でかけることが分かります。ルート20は 2×2×5 です。すいません、ちょっと近いね。そうすると、ルート 2×2×5 なんだけど、これはルート 2× ルート 2× ルート5です。さっき話した、ね、ルートはかけていいよっていう話の逆をやってるんです、ね、ルートの中身掛け算の形になってたら、これはルート 2× ルート 2× ルート5と同じ意味です。そうするとルート2が2つかかってる形になってるわけです。半人前の2が2人いるので、これで1人前の2に変わるわけです。だからこれは2、普通の2になって、5についてはこれ半人前のままです、ね、ペアが いませんので、ということで2ルート5、こういう形で計算ができます。じゃあどうしようかな、じゃあ問いの、カッコ1とカッコ2をちょっと動画止めてやってみてください。カッコ3はとりあえずいいです。はい、ではどうぞ。はい、じゃあちょっとやってもらったということで、ちょっと答えを出したいと思います。まずカッコ1はこれはルート 2× ルート7で、まあ普通に掛け算、ルート14っていう形です。で、カッコ2はルート50っていう数を、この50を、分解します。2で割って25、5で割って5ということで、 2×5×5 っていう形で分解ができて、5が2つありますということで、半人前の5ね、ルートの中にいるからまだ半人前です。半人前が2人いるので、これでかけると、まあ、1人前の5になるということで、5ルート2っていう形になります。はい、で今ね、カッコ3のところまだやってないんだけど、これもやった人いますか。すでにやりましたか。もうこれね、ルート 30×5 っていう計算なんだけど、これね、中身かけて、30×5 で150、355、150っていうふうにやるやり方はあんまりおすすめしません。まあ、やってもできるんですけど、ちょっと大変です。そうやった人はですね、今から言う説明をちょっとぜひ聞いていただきたい。ちょっと具体例でこれでやりましょう。例のカッコ3、ルート 10×ルート15、これは中身を
計算してももちろんできるんですけど、これせっかく掛け算の形に分かれているので、より細かくして同じペアを見つけやすくしましょう。ルート10っていうのはこの10が 2×5 じゃないですか。でルート15っていうのはこれは 3×5 じゃないですか、分解すると。だからこれはルート2かけるルート5かけるルート3かけるルート5なんですよ。でルートの計算はこう同じ種類のルートを見つけて、できるだけこうね、かけて一人前にしていこうっていう計算なんだから、こういうふうに分解してやった方がこう同じペアを見つけやすいんですよ。でこれ今5が同じペアですね、同じね、ルート5とルート5、これ2つかけたら大人になる。だから5が一人前の、ね、5になって、ルート2かけるルート3はそのまま子供のままだから、ルート6ね、ルート2かけるルート3かけて5ルート6と、こういうふうに分解してからかけるっていうふうにした方が計算が楽になりますから。はい、じゃあカッコさん今のやり方でやってみてください。どうぞ。はい、じゃあカッコさんは、こういうふうになります。はい、カッコさんは、ルート30を、ルート6かけるルート5って考えて、こっちのルート5とルート5これでかけて、1人前の5になって、ルート6が残っているということで5ルート6っていう形です。まあこっちとたまたまね同じです。はい、まあ、こんな風に、ルートの、話を今しました。ルートとはそもそも何かというと、2回かけて、まあ、例えばルート3だったら2回かけて3になる、プラスの数、これルートの定義です。でルートに関しては、こういう風に掛け算してよろしいという性質があります。ルート2かけるルート3だったらルート6ですよと、ね、掛け算してよいと。で簡単にする計算では、中身の数がねそこそこ大きいときはこういうふうに、割り算をして、20、例えば20を 2×2×5 みたいな形でこう掛け算の形で分解してあげるという計算をして、できるだけこのルートの中にこう同じ数のペアを、見つけるようにして外に出す計算を、できるようにしてください。でそこそこ大きい数とそこそこ大きい数の計算は、それぞれ分解して同じペアが見つからないかなっていうのを、気にして計算をするようにしてください。じゃあちょっとこの動画の中だけでね、いろんなこと話しちゃいましたけども、ルートの計算、できるだけ慣れてね、スラスラできるように頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回はここまでです。